はい、どうも皆さん、趣味で中国人やっております、ぽーちゃんです。趣味で日本人やっております、てっちゅうです。本物の中国人です、もいもいです。はいはい、今日もハイブリッド中国語クイズでーす。その名前はね、名前これね、ちょっと第2回して改良の余地ありですけど、中国語のクイズを出してお二人にその日本語でどういう意味かを答えてもらうコーナーです。はい、じゃあもう早速問題いきましょうか。はい、はい、今回はアニメとつながりの、まあ、近い言葉。来たな、アニメ強えって、ほんまに。まあ、今回、前回ね、あの、言っちゃっていいのか、ボロボロだったんでね。あのね、あの、てっちゅうさん、アニメ全く見ないんだよ。それは、てっちゅうさんの弱いところなんだよ。おぉ。じゃあ、いきます。はい。1問目。うぅ、ふわ。はい。やべえ、まあまあまあ。やべえって言ったよね、今。いや、あのアニメ俺知ってるよ。あのアニメ俺知ってるよ。知ってるけど、フルネーム言えないんだよ。そこ？これってアニメのタイトルとかでいいんですかね？うん、まあ、任せます。いや、わかんねえのにこれ。大丈夫ですか？あくまで対決なんで、めちゃめちゃ見えるところで書いてますけど、ぽーちゃん。まあ、大丈夫。自信がありそうだけど。ああ、なるほど。あ、出てきたわ。いや、出てきてなかったんかい。何を書いてたんや、さっき。これ来たな。全然わかんない。今回はぽーちゃん。全然余裕っすわ、これ。俺もう、あの、100% やっちゅうです。大丈夫ですか？はい。じゃあ、回答お願いします。はい、ドゥルルン。おすごい、同じです。え、マジで？マジで待って、あの、逆漫画日和だよね、日和ってなった。いや、ちょっと待ってよ。ということで、ピッチャーが正解です。はい、いや、これ引き分けでいいんじゃん。いや、だから、振り仮名書いちゃったのが中国人、変態弱いね。書かなかったら、多分そう、書かなかったら、バレなかったのに、なんで書いちゃうから。いや、だから、あの、だってあのタイトル確かにひらがなの気がしたんやけど、違ったから。え、てっちゅうさん、逆漫画日和知ってるんですか？これ、前、昔のやつなら結構知ってるんですよ。最新のわかんないから。あれ、あの漫画も最近の TikTok とちょっとね、似てるかもしれないな。そうなんか4分ぐらいでちょっと笑わせるんでしょ、あれは。 TikTok は15秒とか1分で。あ、そうか。全然違うじゃん、全然違うじゃん。ちなみにこれ流行ったのが、ネットで中国語の吹き替え勝手にしたあのグループっていうか、そういうサークルがいて、今から通報するけど大丈夫？通報するけど、勝手にやったでしょ。いや、でもそういうなんか同好会みたいな感じでやってから、ネット上で。でも許可取ってないでしょ。誰の持ち合い。おめえの動画の無断使用 BGM を通報してやろうが。おい、その作品からあの出た言葉なんだけど、クンティエ、これ知ってるかな。ああ、これ言うようだ。さあ、ぽーちゃんはさっきの話の続きで、この中国語版の吹き替えの、なんていうの、訳、あの、翻訳からこれ、このことが流行った。はいはいはい。さあ、どういう意味？うん、これ余裕やわ、俺。あー、これ最近使ってねえな、俺。わからん。最近は多分これ結構古いやつだ。ちょっと古いね。そう、古い。じゃあ、行きましょう。はい、回答お願いします。ドゥルン。あ、全然違ったわ。わかんない。いやー、珍しくポーチャの正解です。来たな、おい、見たか。はめられる。そう、はめられること。実面だとこっちなんだけど、でも本当はこの意味合いではめられたっていう意味ですか。うわー、分かんなかった。いやー、ぽーちゃんさすがですね。ちょっと昔の作品に詳しい。さすがオールドタイプ。いや、でもアニメちょっと関係あるなら俺全然余裕やわ。おー、3問目。ラーラー人。は？さすがに知らないのか。これ本当にアニメ？アニメだよ。嘘。ラーラージェン。ラーラージェン。その作品のファンの人をラーラージェンっていう。作品自体は。ラーラージェン。むしろその日本語の中国語訳。お、てっちゅうさん空戦やね。わ。空戦してるね。これで昔のやつ、それも新しいやつなの？あ、でも割と新しいっていうか。その作品の名前ちょっと言ってもらっていいですか？それはもう正解を言ったのも当然でしょ。俺が知ってる知識でちょっと戦うわ。じゃあ回答お願いします。はい、オープン。ワンピースのです。ワンピもう正解、両方とも正解。俺絶対正解だと思う。レスの人、アニメに関連する言葉で言ったじゃん。それ何？レズの人。何レズの人。ラーラーっていう漢字イコールレズなんだよ、中国では。
でしょ、うん、確かにそういう意味はあるけど、どっかのレズンのアニメかなと思って。正解発表しますね、はい、ラーラーレンとはラブライバーのことです。全然わかんない。うわ、もう一つ言わないんだわ。そういうね、俺そういうの全く見ないんだよ。アニメのアイドルとかそういうの全く見ない。嘘つけよ。おめえマウスパッド使ってたろ。え、何が？ラブライブのマウスパッド使ってたろ、おめえよ。俺、俺じゃないよ。紫のおっぱいが、おっぱい目当てで買ったやつ。キャラクター調査に最悪キャラクター調査。キャラクター関係ない、おっぱいあるよ。かわいそうだわ。いやいや、ラブライバーか。おっぱいでかいから買ったって。あ、なるほど。これはちょっとためになるな。ためになる。あの日本のね、日本の人。むずいな、ほんまに。なーらー、だからなんか伸び伸びのファンだと思った。伸び伸びのファン。ルフィ。で、ルフィ。じゃ確かに全然ポーちゃんより近いわ。なんでレズの人ってどこがいるかふざけんな。じゃあ4問目、水豚。あー、これ、いけるわ。おー、ポーちゃん手が早い。これもちょっとマニアックかもしれない。なにこれ。あ、これ全然、多分これ俺合ってると思う。お、来た。じゃあできましたか。さあ、じゃあ回答オープン。配球は違うね。ポケモンサファイアの敵組織。組織っていうし違うくない？中国語の敵だし。組織、あ、組織の式かけなかったのね。ああ、そうぐちゃぐちゃ。ほんとにぐちゃぐちゃ。中国語入ってるし、漢字とあとひらがなも組み合わせ。ああ、やめろ。これ俺の頭の悪さバレちゃうから。もうバレてるよ。今一応 YouTube の中華大学で頭いいやつの返事してるけど。誰も頭いいと思ってないわ。二人とも不正解。え、嘘。不正解。で、サファイアの敵組織のやつがそういったんでしょ。いや、でもぽいけどね。うん、青い、ね、あとさ、サファイアサファイアってなサファイア、ポケモンサファイアってな。誰だろそれ。ちょ、サファイア書くのはダメなんだよ、俺。喋るしかできないんだよ。正解の意味はない。正解はもうさっきのラブライバーと一緒で、その次のサンシャインのアクアっていうグループの中国語訳。どうでもええ。そう、アクアっていうの水の意味で、なんとかトワンっていうのはなんとかグループ。そっからシュートワン。アクアね。全然サファイアやね。惜しい惜しい。アクア団ってことでしょ。うん、そうそうそう。マグマ団とアクア団の。翻訳すれば俺の勝ちや。違う。アクア団。アクア団つまり水じゃん。アクア水。おっさん、あれ、おっさんの集まりやあれ。いや、それね、それや。全然違うだろ。ちょっと待って、ラブライバーのちょっとあの、何、それもおっさんの集まりや。いやいや、おっさんじゃない人もいるから、女の子人気もあるから。いやいや、だいたいおっさんや。ガチで中国のラブライバーはみんな若い、大学生が多い。もうちょっとそういう時期、ラブライブとかそういうのやめて。次5問目ですね。まだ2人とも。ジャンプ系のやつもどんどんやってこいよ、ジャンプ系。次はもう懐かしい時代編に突入です。あ、来た。俺の勝ち。ちょっと昔のやつですね。俺の勝ち。相当昔です。はい。森宝贝。うわ、これ、うわ、なるほど。ちなみにこれゲームのタイトルです。モーリーパオペイ。これでもね、てっちゅうさん知らないかもしれない。ああ、俺みたいなオタクちょっとは本当にネットが普及する前の。マジで懐かしい、これほんまに。てっちゅうさん、漢字は出てきてますか。出てきてます。おお、回答お願いします。あー、これちょっと違うな。これちょっと違うな。底力モンスター。デジモン、惜しいな。パオペイだけ合ってる。そうだよね。そうだよね。ちょっと違うな、俺の方が。何モンかわかんないんだよ。何モンなのかわかんない。そう、俺の方がちょっと合ってる。それも完全に違うね。何一つ合ってないわ。え、うっそー。これやこれだったら、そのゲーム漢字だったらもうそのまま訳されるよ。いや、これは絶対これや。違うわ、違うわ。ネットゲームだよ。はい、じゃあ正解はクロスゲート。はクロスゲート。クロスゲートっていう、本当に多分2002年から4年ぐらい日本発売された日本のゲームかな。知らねえ、本当に昔。もう今も一回携帯取って、俺ちょっとこっち調べたい。
ていう。いやいや、どうでもいいわ。こっちマジだよ。うわ、なんかちょっと見たことある。でも大昔のクロスゲート、しかもスクエニが出してる。そう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 なの。私も今日調べてびっくりした。だいぶ前からその運営もう、もう運営はもうしてないよね。え、運営ってことはあのオンラインゲーム。そう、オンラインゲーム。あー、俺言ってたのはあのデビルチルドレンだわ。知ってる それだと思って。それだよ、それや。それじゃない、全部違う。いや違う、もう黙れ。いや違う、ほらほら見て、うるせえ。あ、見て、お前ら見て、全部違うね。見て、合ってる。全部ちゃうね。オンラインと関係ない。全部ちゃうね。どこの答え合わせしとんねん、それ。いや、ごめんって。何答え合わせや、それ。でも合ってるや。知らんわ。でも合ってるや。だって、モリバベでつったらこれやん。うわ、感じそうだよ、ほんま。うわ、それの名前は？知らん。いや、お前と同じしてたのに誰もいねえよ、ここ。ドゥ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 。またバッション。分かったよ、絶対これ。